両毛。両毛とは、東武鉄道が主に、浅草駅赤城駅間を、東武スカイツリーライン、伊勢崎線、気流線経由で運行する特別急行列車の、愛称、日光線特急、スペーシアに対して、伊勢崎線特急、両毛と呼称されることが多い。両毛とは、両毛運行エリアの北側、群馬県と栃木県にまたがる地域の故障である。 また本校では過去に伊勢崎線で運行されていた列車500系電車を使用して運行されているリバティ両毛についても記載する。両毛の運転本数は2017年時点、赤木発着は上り15本下り16本、縦林発着、伊勢崎発着、九ず発着は1往復ずつ、大田発着は上り8本下り7本となっている。主な利用者は 工業地域でもある、両毛地区へのビジネス客で、時間帯によっては、通勤客も多い。休日は、観光客も目立ち、足利フラワーパークなどの利用者向けに、臨時列車が運行される場合もある。リバティ両毛は2017年4月21日の、ダイヤ改正より運行が開始された、特急列車であり、縦林業の下り一本のみ運行される。浅草東部動物公園館は、 リバディケゴンと並結され、東武動物公園駅で分割される。両毛と投資番号になっている。比較的標定速度が低いため、群馬県の諮問機関、群馬県鉄道網活性化研究会が2009年に出した、群馬県の鉄道網活性化に向けた提言の中では、特急両毛号の増便と、スピードアップにより便性向上を取り組むべき課題として挙げられている。 特急料金、小2半額、波数は10円単位で切り上げ、2014年4月1日改定、東武本線系統の優等列車は、戦前から存在し、東武日光線の開業直後から日光、絹川方面への特急には展望車や、出波重計系など優等車両が投入され、観光輸送目的の比重が大きい列車であったのにし、1933年、昭和8年より、 無料休行として、一般車を使用して運転が開始された、伊勢崎線、桐生線方面への速達列車は、中島飛行機、現在のスバル関連工場が多く所在した、大田地区や、織物業が盛んな足利、桐生など、両毛地区への便を図ったものであった。戦後、東武本線では、日光、絹川方面で五千三百十系、クハ三百五十型を充当した。 特急列車、ケゴン、キヌの運転を再開、折からの日本国有鉄道、国鉄東北本線、日光線の準急行列車、日光との合関係により、新型車両の申請投入が繰り返された。その都度片落ち、模波5310系、クハ350系、5700系、1700系が発生したため、その余剰車は東部日光線キヌ川線の 有料急行列車として、運増発されることとなった。1953年、昭和28年10月には、伊勢崎線にも、急行料金が新設され、翌11月、有料急行両毛、当時は、相性なしは、東武宇都宮線有料急行下付、当時相性なし、1953年8月より、運転開始に閉結される形で、 日光線絹川線有料急行の間合い運用、早朝、上り便と夜間下り便として、浅草駅から新規流域間で運転を開始した。その後、伊勢崎線有料急行は、利用が好調で、運行区間を新大間駅に延長。愛称も、両毛のほか、項付織姫、赤木、城毛を、1963年3月まで、 高下電気鉄道中央前駅まで乗り入れや、唐沢、東武佐野線方面など複数使用され、国鉄優勢の宇都宮方面、下付けが廃止されたのとは対照的に増発された1967年時点の運行本数は7往復、赤木便5往伊勢崎便1往復、九頭便1往復。また、本線全線での特急、急行、 快速列車の増発などによる車両不足から日光線特急の片落ち車だけではなく、当時の日光線特急専用車両であった千七百系が用につくこともあった。千九百六十九年、昭和四十四年九月には特急車両に準じた内装を備えた伊勢崎線、有料急行専用車両千八百系を新造し、列車愛称をローに統一し、 全車座席指定席制とした。以後、東京両毛地区間のメインルートとして定着し、増発及び4両編成から6両編成への増結がなされた。1990年代には、東部のビジネス列車としての位置づけが強化され、定期乗車券と急行券で乗車が可能なビジネスライナー両毛が数本設定された、東部線の特急、 急行全列車で定期条件での乗車が可能になった1997年に廃止。1991年、平成3年には、日光線特急の100系、スペーシアへの置き換えが完了して、余剰となった1720系、デラックスロマンスカーの車体を更新し200系が収益し、1998年、平成10年に250系が増備され、1800、 系との置き換えが完了し、翌1999年、平成11年に、現行の特急へと格上げされた。列車名として、両毛の他に、赤木、織姫、光付、上毛なども使用されていたが、専用車両である1800系の収益後は、両毛に統一されている。各列車名の由来は、下記の通りである、五十音順。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。